はい、皆さんこんにちは、バネルグループ G です。では今回は源平合戦源頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。現在1182年の3月になっています。前回はですね、鎌倉を出発した頼朝自ら率いる源氏の本軍が遠江を経由して尾張、美濃、そして京へと攻め込みました。まあ、ただ京にはですね、西国を全部制圧した平家の主力軍が戻ってきていて、京で激戦の末、残念ながら敗退してしまってですね、戦略を大きく見直す必要があるということが分かりました。今回はその続きになります。京に出撃するのはやめてですね、美濃と尾張、この二つで平家軍を迎撃して、平家の主力部隊が壊滅したところで改めて京へ攻め込む。まあ、こういう作戦に変えていきたいと思っています。まあ、そのためにはですね、美濃と尾張、この二つの拠点に増兵を大量に入れておく必要があると思いますので、まずは美濃と尾張の増強、これを行っていきたいと思います。では、時間を進めていきます。では、まず、美濃を強化しました。増兵の数を31,600まで増やしています。増兵の兵質、まあ、いわゆる練度ですね。これもマックスの100まで上げています。徴兵した分ですね、治安が少し悪化してますが、これ回復しつつですね、正規兵の練度を上げて、さらに弓の技術も上げていく。これで、この美濃をね、完全なる要塞というふうにしていきたいと思います。尾張は今金を運び込みましたので、尾張はこの後、増兵を雇って、美濃と同じように強化をしていきたいと思います。で、鎌倉に入っていた時政なんですけども、時政はですね、尾張へと移ってもらいました。まあ、尾張はやっぱりね、最前線になってますので、多くの兵力を率いることができる、時政に入ってもらったという状態です。という話をしている中、敵が攻め込んできましたね。ここは弁慶を出して何とかしのぎましょうか。弓の技術が高い武将も入れておきたいので、和田義盛も入れておきましょう。これで平家を迎撃していきます。美濃での迎撃戦です。まずは動員兵。これの数が、まあ、明らかに兵士よりも劣ると思いますので、増兵をいかにうまく使っていくかっていうのをね、しっかり考えて進めていきたいと思います。兵質が高いのはやっぱり和田義盛かな。あんまりね、和田義盛ここまで合戦に使ってなかったので、優秀な兵が残っている、まあそういう状況ですかね。まずは義経の短期がけ。これで、兵士の何がしかを打ち取っておきたいですよね。義経を出しまーす。まずはこのね、義経の一騎打ちに乗ってくるかというところなんですけども、乗ってきませんでしたね。士気を32まで下げたから、これ結構大きいですね。51あった士気が32まで下がったので、これだったら十分に勝てるかな。まずは大将、常政。武力33。まあ、優雅はさすがに93と高いですが、これだったら撃破できるでしょう。その他、武力が高い武将、まあ、あんまりいませんね。藤原勢が70前後というところです。では、出撃でーす。頼朝が撃破されると、それまでなので、頼朝と
弓の技術が高い義盛は弓矢で攻撃、他は肉弾戦を挑んでいきます。まあ、義経、弁慶、このあたりはね、肉弾戦で問題ないかなと思いますね。はい、撃破しました。味方も少し損害出てますが、増兵は雇い入れて、増兵の数でまたね、敵を迎撃する作戦を取っていきます。再び兵士軍が美濃に入ってきました。まあ想定通り予定通りというところではありますが、まあしっかり撃破していきたいと思います。この美濃にこもってる限りはですね、増兵の数では、まあある程度安心して見ていられるという状況もありますので、まあここでね、敵をしっかり食い止める。これを繰り返し行って、兵士の兵力自体をね、削っていきたいと思います。敵は有森ですね。平の有森出陣してきています。まあ、戦い方に関しては前回と同じ。内容を模索します。まずは義経の短期がけですね。平家の士気33、これはだいぶ低いな。頼朝も歌を読み返して57。さらに義経の短期がけ、これで敵が応えてくれば、まあ、義経の武力104であれば確実に敵武将を撃破できると思うし、仮におじけついてこの短期がけに応えなければ敵の士気をさらに下げることができると思います。乗ってこなかったので30を切りましたね。正規兵の数は相変わらず兵士勢強力ですが、武力は一番高い高橋、長綱でも70、その他は50前後というところなので、これであれば十分に勝機ありますね。まずは様子見で弓矢を打ちかけていく。これで合戦スタートしていきます。有森を撃破しました。これで美濃で兵士軍2部隊を撃破したことになります。では京都に密偵を送り込みまして、京都の情勢つかみました。京都に武将15人入っていますが、増兵の数は700と、もうすでに増兵が尽きてる状態を確認しています。これであればですね、京都に攻め込む一大チャンスがやってきたと考えて良さそうなので、一気に京へと軍勢を送り込んでみたいと思います。一度は敗退をしていますけどね。ここで再び京へと攻め込んでいきましょう。では今度こそこの京を落としましょう。弁慶、このあたりは少しね、兵力が少ないというのと、和田義盛もさっきの戦いで撃破されてしまって、正規兵の数が少ない、頼朝も正規兵の数が少ないという状況ですが、ここで勝利できれば京を手中に収めることができますので、何としても勝利したいですね。ではいつもの通り、まずは義経の一騎がけで敵の戦意を削いでいきましょう。兵士勢はもう増兵が全くいない状態ですね。
撃破しました。まあ弁慶が200しか正規兵いなかった分撃破されてしまいましたが、損害はほとんど出ていないですね。ついに上洛、今日を抑えることに成功しています。どうやら敵の大将、兵士の統領にあたるコレモリはいませんね。今日にはコレモリ不在という状況でした。では今日に頼朝入りましたけども、実は尾張からですね、伊勢方面にも軍進めてますので、これも制圧しちゃいましょう。伊勢を制圧します。はい、伊勢も制圧しましたね。まあ、京都伊勢を取れたので、この後は、まあ、機内一円の平定を進めつつ、西国から戻ってくる平家の主力軍、これを撃破して福原を狙っていきたいかなと思います。さて早速ですが、敵が攻め込んできましたね。まあ、この京都を取り返しに来たと見て良さそうです。兵力がどれほどかですよね。兵士勢も相当な戦力になってるな。これ勝てるかどうかがすごく重要ですね。しかも士気も高い。もうこちらは連戦ですからね。士気が初めて兵士よりも劣るという、まあ、こういう状況での戦いになります。まあ、義経にかけるしかないな。義経の一騎打ちでまずは敵将を一人倒してほしいところですね。応じてきませんでした。まあ、ただこれによって敵の士気を大きく下げることに成功しています。ではまあ弓の打ち合いでまずは制して、その後肉弾戦へと持ち込む戦いにしていきたいと思います。特に頼朝が撃破されてしまうとそれまでなので、頼朝の動きには細心の注意を、払っていきたいと思います。では対戦です。なんとか引き分けに持ち込みましたね。京都の防衛に成功しています。まあ、ただ、京都に金がどれくらいあるかだな。はい。では、今日の防衛。まずは成功しましたが、なんとかね、引き分けに持ち込むという形での防衛でしたので、今日に兵を集めて、しばらくの間は京都の防衛に専念していきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。